拙者タスケがこの仙台に参り、通りすがりの女子からタスケさんは牛タンの妖精なのですかという謎の質問を受けてから1年あ、拙者はその時はいやどんな香ばしい妖精者って言ったところにございますが、こたびは手ぬぐいを牛タンの手ぬぐいにしてまいりまして、この仙台代表を伝えてまいりました。皆様方、拙者タスケは牛タンの妖精である。つい勢いで拙者タスケの衝撃の発表があったところで、皆様方にはただ演舞を見ていただくだけではなく、勝ち時というものに参加していただきとうござる。勝ち時とは、右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと、みたび上げる戦勝旗にございまする。皆様方にはこのえいえいおーを共にやっていただきとうござる。故に皆様方、今からやってまいりますと、右手の拳掲げてくだされ。後ろの方の方々も少し見えておりますからな。まさむね様、ありがとうございます。さすがまさむね様、皆様の手が上がりました。ありがとうござる。さあ皆様方、参りますぞ。皆の者、勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー大きなお声ありがとうござる。我らの演舞、最後まで存分にお楽しみくださりませ。我ら名古屋おもてなし部正体は400年前よりよみがえりし物の風集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方に、たくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございまする。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりませぬ。故に、方々は蘇る。あなた、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間。違います。ここは三方ヶ原か。違います。源氏、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。え、あるか。面白い。いらん。出陣じゃ。うわあ。花の武器にその生涯、風のように幽霊なるほど文化武人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田慶次。あれこれ。
私陣に乗るなら一万槍の誉れとともに震える矛先を民の立つ我こそは加賀大名前田利家なら、はい、逃げるな曲げるな大食いは尽きることなくその男は誰も見たこともない夢を見た破裂に波動を待つ天下人織田信長その生涯は光を放つ我が名は第六天皇大田信長であるなお勝利の前祝いし勝ち時をあげようは仙台とここに集まりし皆々の明るい未来を願って勝ち時が進んでえいえいおーえいえいおーえいえいおー我らは無事で生きる皆の声を聞いた必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いただから我らはここに蘇るどんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか共に悩もうではないか共に喜ぼうではないか共に楽しもうではないか共に生きようではないか我ら名古屋おもてなし武将隊おい
べたっぱり。いやいや、すごいもう、心が温まりました、すげえ。よかったな。これは、ほら、ほら、すごい笑顔になってきてる。あ、なんか赤福ちゃんって落ちてるからね。しかも、毎年来てるよ、お前よ。わしも覚えとるかよ。そう、織田信長が一番かっこいいって、そう。あんた気にしたって目じゃない、そう。戦国武将総選挙第1位だから。そう申すではない。そう申すな。信長様、唯一大名でなくて13位入りました。おお、大名じゃありませんよ。あ、大名じゃなかった。うわー、信長様、もしかしてお城お持ちでない？城を持ってるからかっこいいっていう時代ではないからな。おー、一番出てくれた。もう今日あのものために子供のためにやってるじゃん。第8回優勝しました。名前も宮城の南谷、我らとしのどれがうまいもんを伝えるべくに我らは名古屋城からやってまいった。そこで武士の今はぜひとも一度は名古屋城に来てもらいたい。名古屋城に来たら戦いようというものないもの。お、あ、そう織田信長が一番かっこいいです。ないもの。にまだ何人か来たことがない。結構今見たところおりましたゆえに、ぜひとも、まあ、明日にでもこの名古屋の地域